皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はクライスタのファミ通紹介をしていきたいと思います。責任、復讐、正義、快楽、この4人が織りなすストーリーですね。双子の悪魔ウェフィス、フェレスと契約して大功者となったハタダ・レイラ4人の少女たちは、それぞれ強い思いを胸に秘めて変国と呼ばれる死後の世界で異形と戦います。まあ、さっき言った4人です。言葉を胸に秘めた4人ですね。まあ快楽を思いを胸に秘めるってどういうことでしょうかね。まあ最愛の人を手にかけた時、悪魔がささやきます。妹の未来とともに変国に引き込まれたレイは、自身の中に眠る力が暴走して最愛の妹を手にかけてしまいます。悲しみに沈むレイの前に現れたのは変国の管理者メフィスとフェレスでした。レイは未来を蘇りさせるために2人と契約して代行者となります。レイが失意のどん底にいるところから始まる上に、数々の苦難がレイに降りかかります。胸が痛くなる展開に思わずレイの幸せを願ってしまうことでしょう。ハタダ未来、キャラクターボイスは千本木さやかさんです。まあ主人公の妹ですね。メフィス、伊沢しおりさんです。キャラクターボイスですね。失礼しました。で、フェレス、キャラクターボイスは立花梨花さんです。ちなみにフェレスの方は、なんか主人公をかなり溺愛しているクレイジーなキャラクターですね。ストーリーの裏で暗躍する悪魔。レイと未来を変国に引きずり込んだのは、強大な力を持つ勇気、アナムネシスです。彼女は蘇りを果たすべく暗躍していて、未来だけでなく仲間の不動寺心の元恋人や胎児も犠牲になっていました。蘇りの目的は、忘れてしまった大切な存在を取り戻すことで、ある復讐を成し遂げることです。ある復讐というのがちょっとわかりませんけど、例に明かすアナムネシス、彼女が他者の魂を奪ってまで思い出したい大切な存在と死してもなおやり遂げたい復讐とは何でしょうか。キャラクターボイスは井上菊子さんです。そうですね。まあ大体こんな感じですけども、今回は そうですね。ちょっとアナムネシスに関しては、なんか第二形態的みたいなものも存在していますからね。まあ主人公たちの中では、パワー、スピード、バランス、遠距離の、まあ必要な要素は、まあ一応揃っているようですからかね。まあ防御タイプというのがちょっと見当たらないところですけどね。まあ防御タイプはなくても必要な要素は、まあ多分不動寺心がまあ体力多いかなと思いたいですね。まあ詳しいステータスはまあよくわからないんですけどね。まあそれはさておき、そうですね、メフィスはかなり残虐な性格をしていますね、フェレスに関しては。まあ、フェレスはフェレスでも、かなり狂った愛を持っていますので、ちょっと恐怖を抱くところですけどね。まあそれはさておき、そういうわけで、アナムネシスに忠誠を誓ってるキャラクターって、レイの元親友とか、その他不動寺心の元恋人、そしてとりあえずちょっと調べてみたいと思います。線です。恵み場線ですね。恵み場線の父親によって有罪にされた犯罪、冤罪者ですかね。まあそんな感じですね。というわけで今回はこの辺で、クライスタのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録及び SNS での拡散をよろしくお願いします。